あら、私が呼んだのはレイトン教授よ。あなたみたいな小娘、お呼びじゃないのよ。へえ、まだレイトン教授を頼りにされているとは。夫人の見識もその程度でしたか。父に代わって、依頼はこの私が解決します。やっぱりカトリーさんはすごい人です。まさかあんなとんでもない推理が当たるとはな。私絶対に謎を解いてみせますので。つまり時計の針は巨大なモナカで作られていたのよ。そんなわけねえだろ。確かにモナカと思われる成分が検出されていますね。すごっ。犯人が誰なのか。それより重要なことがあります。ねえよ。それはあなたが無類の祭り好きだということです。絶対犯人の方が重要だろう。なぜそれを。刺さってるだと。もしこの事件に犯人がいるとすれば、それはあなたです。俺やってない、やってない。今年のリバーサイドフェスティバルは特別なものになるわ。伝説の通りに人が殺された。偶然とはとても考えられない。なんでお前のデタラメ推理が当たるのか。当たる？その言い方まるで当てずっぽうみたいじゃない。違うのかい。違いますよ。カトリーさんのは科学的根拠に基づいた推理ですよ。この事件には何かとんでもない裏がある。そう言いたいのか。それに犯人は極めて知的で冷静な判断力の持ち主。彼であるはずがない。私はカトリー・エイル・レイトン、レイトン教授の娘。ロンドンの人たちは私をこう呼ぶ。レディー・レイトン、謎多き英国淑女と。言ってねえよ。負けるか。だから俺をカゴに乗せろって。現実はいつも稀有なものなのです。これでよしっと。